今日は私の番ですね。会長、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。早速ですが、スクールアイドルの魅力についてお話ししましょう。スクールアイドルの魅力、それは高揚感です。そしてその高揚感を一番シンプルに伝えるもの、それすなわち衣装ということで、今日は私の用意した衣装を着てもらいます。そして撮影もします。よくわかりませんが、やるべきことはわかりました。衣装を着るだけでいいのですか？動きもあった方がいいのでは？ダンスをしてみましょうか。さすが会長、お見事です。会長に私の好きな服を着てもらうことしか考えて。いいえ、何でもありません。では衣装に合ったポーズを取ってもらってもいいでしょうか？わかりました。あと会長が着替えているうちに台本を作りますので、さつきの特訓の時のように情感を込めてそれを読んでください。またあれをやるのですか？昨日よりうまくできるよう頑張ります。期待しています。部長さん、今日も見極めをお願いします。部長さんのことは私もさつきも心から信頼していますので。まずメイド服です。これに言葉はいりません。可愛いと言ったら可愛いのです。ご主人様、私の歌を受け止めてくださいますか？ご主人様の幸せを心から祈っている私の歌を。思った通りの素晴らしさです。ではさらに猫ちゃんカチューシャを追加して。猫ちゃんカチューシャ？わかりました。私はどんなことにも挑戦します。しおにゃん、あなたのためにお歌を歌いますにゃん。あなたが幸せになってくれたら、しおにゃんも嬉しいにゃん。穴があったらひとつきこもりたいです。すみません、ですがさすがに恥ずかしくて。私、度胸がないですね。あの程度のことで心を乱すなど、さつきさんやうずきさんに申し訳ないです。帰ったら二人にお礼のメッセージを送ります。特訓で学んだことを映像作りに生かさないと。でもどうやって生かしたらいいのでしょうか？